さて、アメリカやイギリスで先月下旬から Google への広告提供を中止する企業が相次いでいます。先月22日には通信大手のベライゾンコミュニケーションズと AT&T が Google と Google 傘下の YouTube への広告提供を一部停止。翌23日には金融大手の JP モルガンと医薬日用品会社のジョンソン・エンド・ジョンソンが YouTube に対する広告提供を取りやめ、イギリスでも製薬会社やメディアなどいくつかの会社が広告の提供を中止しているというんですね。なぜ今アメリカやイギリスで Google への広告提供を中止する企業が相次いでいるのでしょうか。タイムライン今夜のストーリーは、相次ぐ Google への広告提供中止、背景には何が。タイムラインストーリー。では今夜スタジオには朝日新聞の記者でデジタルウォッチャーの平和弘さんをお招きしています。平さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、その Google に、ね、広告提供中止する、結構深刻な事態だと思うんです。これどのぐらいの数の会社がそういうことになってるんですか。今のところ報道ベースだと、イギリスだけで250を超していると。それにまあアメリカの企業が加わっている。250ってすごいですね。すごいですよね。これイギリスでその騒ぎが発端になっているということなんですか。そうですね、最初イギリスでまあ騒ぎになって、そこからアメリカへということですね。あの最初のきっかけになったのが、3月の17日にですね、イギリスのタイムズっていう、まあ、新聞社がありますね、はい、ここがこの問題を取り上げて、要は YouTube の中にあるその白人至上主義とか、あるいは、まあ反ユダヤとか、そういったその、まあ、いわゆるヘイトスピーチ的な動画にですね、例えばイギリスの内務省ですとか、海軍とか空軍とか、あるいはロンドン市の交通局とか、あるいはメディアでもですね、 BBC とかガーディアンとか、そういうところの広告が出ていますよと。あ、これ別にそれを狙って広告出してるわけじゃなくて、ネットワーク、アドネットワークなので。そうですね、 YouTube に広告出したいっていうと自動的に配信されちゃうってことなんですね、そういう動画にも。そういうことですね。なるほど。だから出してる側は自分のとこの会社の広告が、まさかそんなヘイト動画に載ってるとは思ってもいなかった。夢にも思わないわけですけど、まあこのタイムズの指摘によって、まあ特にその政府の広告が、そういうところに乗っかっているので、税金を使ってそういうヘイト動画に広告を載せるのかと、なるほど、こういう指摘で、まあ、火がついたわけですね。それで一気に。だからでもこれって Google 側はどういう対応だったんですか。 Google はあの、この記事の前にですね、イギリスではこの、まあ、ヘイト動画、ヘイト犯罪が、特にソーシャルメディア上のものが問題になっていて、その数日前にですね、あの議会でも公聴会がもう開かれていて、で Google、Facebook、Twitter、これらの担当者がまあ呼び出されてですね、ヘイト対策が不十分だということで、まあ、批判の矢面に立っている中での、報道だったという流れですね。 Google 側でも一応動画に関してはそういうヘイトかどうかっていうね、掲載するかどうかっていう基準はあるんですよね。あるはずなんですけれども、まあ、あの乗っかっちゃっていると。なるほど。現実としてですね、まあ、そこはね、一連のそのヘイクニュース問題とか、まあ、最近の日本の DNA の広告問題とかもそうなんだけど、はい、その質のいい記事が一体何なのかとか、ヘイトが何なのかっていう、その基準がなんか割に揺らいでるというか、はっきりしない部分ってありますよね。そうですね、例えばまあ画像とかで本当に露骨なものであれば、ある程度まあ機械的にこう弾くとかですね、ということはできるんでしょうけれども、例えば言葉で、表現で微妙な言い回しでこうヘイト的なことをこう言うとかってなると、なかなかそういう機械的なチェックも難しいでしょうし、全てを人の目で見るというのも、まあ、これもまた難しい。なるほどね。そこをまあすり抜けてしまった、ということなんだろうと思いますね。これでもヘイトの基準、例えば、ね、アメリカなんかだと、トランプ政権の首席補佐官のスティーブ・バノンって、ブライトバートっていう右派メディアの出身っていうか、まあ、会長してましたね。会長ですよね。で、ブライトバート自体が割にヘイト的なっていうか、まあ、ヘイトって言っていいのか分かんないけど、かなり過激な主張を繰り返してるじゃないですか。そうですね、やっぱり人種差別とか女性ですよね。で、まあ、そのブライトバートに関して言うと、まあ、それには去年ぐらいからですね、かなりあのやっぱり問題視されていて、そういうところにあの広告を出していいのかというようなことで、まあ、広告停止 の、まあ、あの動きというのはすでにブライトバートをめぐってはもう起きていたんですね。そうなんですね。でもそれがね、政権、トランプ政権の中枢にいる人が会長やってた会社っていうのは、
果たしてそれをヘイトと言っていいのかどうかって微妙な話になりませんか。ただまあ中身を個別に見ていくとですね、うんうん、かなりやっぱりそういう移民、反移民ですとか、白人至上主義のような、まあ、確実にそういう中身のものがあるので、これに対してその広告引き上げの動きっていうのはまあ、それを推進している団体があるんですけれども、うんうん、そこの調べだともう1500社を超えているという、すごい数ですね、はい、これでも Google としてはね、その広告ってのはまあ、あそこは広告企業ですから、はい、広告止められたらもうそこはね大変なことになるわけで、ね、どう対応するんでしょうね今後。これは今のところ、まあ、対応は表明していてですね、うん、まあ、ヘイトコンテンツをとにかく排除を強化していくと、あとはまあ広告主による、まあ、コンテンツ不適切なコンテンツ除外の設定をですね、もっとやりやすくすると。なるほど。今はもうその例えばこういうものには出したくないっていうような設定は、うん、そういう項目は設定項目あるんですね、アダルトコンテンツであるとか、うんうん、あるいはまあその微妙な社会問題に関わるようなものには出したくないっていうようなチェックをつけることはできるんですけれども、うんうん、まあ、それをさらにまあきめ細かくしていくのかなと思いますけど、うん、そもそもこのねアドネットワークっていう仕組み自体が、クライアント航空主の側が何のコンテンツにここ出てるのかわからないっていうところにも結構問題あるんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、うん、でまあ、それに加えてその最近はなんていうか株取引みたいに自動化しちゃってるものがありますよね、なるほど、一番効果のあるものに出していくってことですよね、はい、このプログラマティックっていうのだともう本当に、うん、間に人間が介在しない分、さらに分かりにくくなるっていうところがありますよね。まあ、アドテックって言い方で結構、はい、航空業界ではもてはやされてきたんですけど、はい、意外にそこの人間が不在のところが逆に今問題になってるっていうね、非常に皮肉な話ですよね。そうですね、やっぱりそのフェイクニュース問題以降、うんうん、その、まあ、読者の側、うん、ユーザーの側もそうですけれども、うん、広告主としてもやっぱり信頼できるところを、うん、なるほど、信頼できるコンテンツっていうものにすごく考え方がシフトしてきてるんじゃないかと思いますけど、うん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 、逆に言うとこんだけフェイクニュースが流行ったんだから今こそなんか信頼とかね、はい、そういう言葉自体の方が重要視される時代に変わってきてるって可能性はあるでしょうね。あると思いますね。ちょっとこれはニューヨークタイムズに出ていた、ね、話なんですけれども、JP モルガンチェース、はい、まさにここがですね、これまで40万サイトに広告を出していたらしいんですね。すごい数ですね。ところが、まあ、これをですね、ある程度内容をチェックした5000サイトに絞りましたと、うん、40万から5000相当減ってますよね。相当絞り、100分の1って80分の1ですか。相当絞り込んだんだけれども、うん、でインプレッション、つまり広告の表示回数を比較してみたところ、ほとんど変わってないというんですよね。どういうことなんですかね。それはつまりちゃんとしたところできちんと見られていると、うん、なるほど。いいコンテンツをどこでちゃんと広告出した方が結果的には効果も実は変わらないっていう、じゃないかっていうような、取り組みを始めていて。なるほどね。だから結局見てる側、視聴者とかね、そのユーザーの側も、はい、いいコンテンツに載ってる広告ならなんとなく信用できるけど、そうじゃないコンテンツに載ってる広告は信用できないっていう、そういうなんかコンテンツと広告込みでその信頼度を評価するみたいな方向に変わってくる可能性はあるでしょうね。あると思いますね。やっぱりフェイクニュース、特に大統領選なんかであれだけアメリカが混乱し、うんうん、まあ、日本でもそのキュリエーションのメディア問題でだいぶこれ大丈夫なのかとか、うん、この中身本当かっていうような、ユーザーの側がそういうモードに入ってきてると思うので。なるほど。日本でもこれ今後問題になってくる可能性大きいでしょうね。そうですね、なる可能性あると思いますね、うん、イギリスで広告出稿を取りやめた企業として名前が挙がってる中に、うん、トヨタとかホンダっていう名前も入ってるんだ。ってますからね。でも一点危惧するのは、なんか日本企業ってそこまで自分の中にね、これはいい悪い、これは社会にとって害悪だそうじゃないって基準がなんかはっきりしないとか、空気に流されやすいじゃないですか。だから抗議がたくさん殺到すると取り下げるみたいなことが割に多いわけでしょ、過去の広告なんかでも。あ、そうですね。そうするとね、本当にその弊とかどうかっていうよりも単に抗議が多いからやめましょうみたいなね、
それはまたちょっとそうですね。そこでなんかね右左の変な対立論争に巻き込まれてしまって、広告がおかしくなるみたいなことが起きないかなって不安はちょっとありますけどね。そうですね、うん、そこでやっぱり重要になってくるのはその信頼度を自分たちで判断できるというリテラシーをユーザーの側も企業の側も、うん、きちんと軸を持って対応したいですよね。逆に言うとそういうなんか文化みたいなのがちゃんとできてくるかどうかってことが大事なんじゃないかな、ね、流されないでっていうね。はい、わかりました。平さんどうもありがとうございます。ありがとうございました。今夜は朝日新聞の記者でデジタルウォッチャーの平和弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。さて佐々木さん、今夜は Google への広告提供中止が相次いでいる背景についてね、うん、探ってきたわけなんですけども、結局この問題ってね、まあ、メディアってテクノロジーなんだけど今の時代、うん、ただテクノロジーで完結できる問題ではなくて、やっぱりある種の文化とか人と人のつながりみたいなところにね、はい、最終的に帰結していく部分はあるかなと。だからそういう良いコンテンツを作ってる企業と良い広告を作る人たちと、それを見る良い人たちっていうね、うん、良い視聴者、良い読者っていうのが全体で一つの大きな文化をちゃんと作っていくっていう、そういうなんかある種のムーブメントみたいなのが結構必要なんじゃないかなって感じがすごくしますね。動画をご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録していってくださいね。